1番、2番、3番、4番、5番、6番の体形で今スタートいたしました。一周一番けても先行争いでありますが、ここはちょっと早いスタートがあったようです。スタート判定中です。ここでゲストの皆様にお知らせでございます。この第2レースは4号艇の大沢慎二はフライングのため返還欠場。4番に関する投票権は全て払い戻し返還です。ゲストの皆様、投票権は大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番の体形、予選競争第9レーススタートいたしました。スリット通過後、若干センター勢が好スタート、大きな差ありません。一周一マーク、インカレニル大体1号艇、さあ2号艇がサチナアンドル、3号艇が付け前観光、左打ち切り込んで4号艇バックストレッチ向こう上面、さあ陰線を仕切ってクリキショー、リードは早くも3、4艇身、2番手争いが大激戦という形になりまして、2艇身圏内に5艇締めています。内側から6号艇、4号艇、さらには2号艇、5号艇、3号艇という体勢で向こう上面からこれから2マーク、スタートの方は前艇正常です。1号艇が先前体勢、さあ外抱き込んで回ろうかといったところが2号艇、さらには外握っていったのがこれが6号艇で、上位の男性は1番、2番、6番、内をついては今度は4号艇の坪井も接近です。トップは1号艇のクリキショー、2番手追走、2号艇の大沢慎二、3番手争いが2艇、4号艇さらに内や外を全速で握っていく6号艇の船岡洋一郎、1番、2番、6番の体勢で向こう正面に入っています。トップと2番手の定冠早くも4艇身半ぐらい、2番手、3番手の定冠は2艇身半から3艇身弱となっています。後ろに向かっては4番、5番、最後方3番という体勢で向こう正面中間点からこれから2マーク、上位の体勢は1番、2番、6番の体勢、今大胆マークを旋回いたしましてホーム側、レースの方はこれから残り1周に入っていきます。勝負が成功ということになりそう。1号艇のクリキショーがセーフティリードを固めていきます。2番手追走、2号艇の大沢、3番手6号艇の穂中、4番手争いが4号艇坪井と5号艇の松田、最後方追走3号艇の古賀という体勢です。1番、2番、6番の体勢で今3周目の1マークバックストレッチ向こう正面、2連単の 1,2 の組み合わせ 7.1 倍、3連単の 1,2,6 は 38.6 倍を示しています。後方5号艇、4号艇ですが、3号艇の古賀茂樹がどうやら落水をしているようです。さあ上位の5艇はラストターンマークを旋回いたしまして、最後の直線コース 1,2,6 の体勢、今1着で1号艇のクリキ合輪、2着2号艇大沢合輪、3着6号艇船岡合輪、5号艇の松田4着、最後方4号艇の坪井5着で合輪、なお3号艇の古賀茂樹は失格となっています。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。インから1号艇宮武トップスタート、角から4号艇山久が覗いてレースは1周1マークへと向かいます。逃げる1号艇宮武、マクレ3号艇遠藤、サシハンドルが2号艇山本のうち2番差し4号艇山久でバックストレッチです。先頭を仕切る1号艇宮武、リードは一定身、2番手アウトコース3号艇遠藤、内から4号艇山久、その後ろ2番、5番、6番と追走、スタートは前提正常です。一周にマークトップで1号艇宮武旋回、2番手外を握って3号艇遠藤とアクシデントとなっています。先頭は3号艇の遠藤、2番手6号艇藤田、3番手が2号艇の山本、3選手が好走を続けています。3艇にアクシデントとなっています。トップで3号艇遠藤、2番手6号艇藤田、3番手が2号艇の山本です。なお1号艇宮武英治転覆失格、4号艇山久和人転覆失格、5号艇中村英治エンスト失格となっています。シリーズ最終日の戦いは第11レース選抜戦を迎えています。引き続き安定板を使用しての競争です。なお6号艇宮武英治は前半レース負傷のため欠場となりまして、5艇による競争です。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。
スローゼイコースタート、インカラ1号艇、小原、渾身のトップスタートを切っています。レースは1周1番ゲート向かいます。逃げる1号艇、小原、まくる3号艇、池田が差しを狙って2号艇、松田でバックストレッチへと抜け出しています。先頭は初優勝へ、押し切りました1号艇の小原敏行、リードは4艇身です。2番手争い、2号艇、松田の外に3号艇、池田が内側から6号艇、大久保。5番、4番と追走、スタートは前提、正常です。2マークトップで1号艇、小原ですが、ここでアクシデントとなっています。まさかのアクシデント、1号艇小原アクシデントです。先頭は4号艇前田が抜け出しています。2番手3号艇池永、内から6号艇大久保、5号艇川崎と追走。1周2マーク1号艇小原敏行、転覆のため失格となっています。1番3番4番5番6番2番です。スタートしました。アウト6コース2号艇までですが、これはちょっと早いタイミングか。1周1マークへ向かっていますが、現在スタートは判定中、スタートは判定中となっています。お手元の投票券はどうぞ大切にお持ちください。バック側へ入っていますが、スタートは判定中となっています。このここでお知らせいたします。2号艇今出選手はフライング返還欠場、2番の今出はフライングにより返還欠場です。従いまして2番に関係する投票権すべて払い戻し返還、お手元の船券は大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。3号艇の竹間がわずかに好スタート、6号艇の青木もいいスタートです。逃げ体勢を作ります1号艇の島川、サス2号艇前川にまくりに行った3号艇の竹間、内からは4号艇羽野が続きます。先頭1号艇の前川に内から1号艇の島川に内から2号艇の前川が差を詰めて、3番手争いちょっと振り込んだか、6号艇の青木と5号艇の増田、後方でどうやらアクシデント、4号艇羽野にアクシデントでしょうか。スタートは正常、スタートは正常です。1号艇の島川が先頭、2番手争いは2号艇の前川と6号艇青木が並んでいます。なお4号艇の羽野にどうやらアクシデント、3号艇竹間も動くでしょうか。4号艇羽野亮ですが転覆のため失格です。4号艇羽野亮は転覆のため失格、3号艇竹間も失格となっています。1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。4コース4号艇北川、5コース5号艇1等でしたが、スタートは審議中、スタートは審議中、投票権を捨てにならないよう大切にお持ちください。逃げる1号艇大沢に、まくる3号艇の荻野、あとはまくり出し5号艇伊藤ですが、スタートは審議中、4号艇北川際どい状況となっているようです。お知らせいたします。4号艇北川俊博フライング返還欠場、4番に関する投票権すべて返還です。投票権を捨てにならないよう大切にお持ちください。新入固定第8レースを行います。なおこのレースに出走予定でした6号艇中村信孝選手は負傷のため欠場いたします。